英語のどの時間です。ね、その中国人、ね、僕は、ね、日本人に中国人は英語は聞けてるよって言っても信じてくれないので、そのあたりをちょっと教えてください。確実に日本人よりも、もう確実に英語は聞けてるんです。その喋れなくても。だから彼らの方がそのアジャストメントがものすごく早いのは確かに。だから喋り始め全然。もう来た時は全然喋れないけども聞けてるんで、なんとか伝えようとして、でそれをずっと積み重ねるから彼らのものすごくインプルーブ早い。でいつの間にかもう普通のように喋れてしまってて、でもそれは初めからやっぱ彼らは聞けてたっていうのは、それは感じますよね。確かにそれは思われてました。思いますね。でまあもちろん聞くんですね。何か言ってることは分かるだろうって言ったら、彼らは分かるとは言うんですね。言ってることは分かる。でも喋るのがなかなか難しいよねって言うんですね。で彼らものすごくこうアクティブな人が多いから、少し喋りたい、遠かったようなんですね。で下手だけどずっと喋り続けてると、いつの間にか僕らよりも上手い。それでまあうまいなっていうふうに思うけど、でも初めの原点っていうのは、僕はなんかパッと来た、いきなり来た中国人は聞けてるけど喋る能力っていうのはあんまり僕らとは変わらないやつもいるというのはあります、ね、全員が全員うまいわけじゃないっていう。僕もね、今僕大学に社会学だったんですよ。シカゴ大学の社会学だったんですよね。中国人の同級生いるんですよ。でも訛りがあるので、確かに僕の方が英語ができるだろうみたいな、結構僕もできたもん。でもね、試験とか一緒に受けた時にね、彼らはすぐ合格しちゃって、だから授業とか分かってるしね、多分ね、それでPhD 取ってもね、彼らは中国人は仕事があるの、大学の大学教授で、手にはもう今10年ぐらい経つので取ってるんですが、なんでそんなにと、僕なんかやっぱり圧倒的に大学に行ったけども聞いててなかなか苦労してるので吸収力が悪かったんじゃないかなみたいな。だから普通アメリカには残らず日本に帰るんですけど、でもその時も中国人はね、多分ね、国がね貧しいから、あれはねアメリカに残りたいんだよというふうな理解をしてるわけですよ。でも今気づいたらね、大学に来て彼らはヒューマンキャピタルものすごいつけてで就職してるという、非常にシンプルなものじゃないかなという。英語のど、また明日。